こんにちは、大峰です。最近大きなスマートフォンを使うのに疲れてきたんで、この小さいスマートフォンの JD プロを使っていくことにしました。こんなにちっちゃいのにしっかり動くスマートフォンの JD プロ。今回はこの JD プロのレビューをしていきたいと思います。JD プロは海外のクラウドファンディングで資金集めに成功したユニハーツが販売している世界最小のスマートフォンです。最近になって日本のアマゾンでも購入することができるようになって、価格は 13,799 円となっています。そんな JD プロの一番の特徴は世界最小のスマートフォンだということなんですけど、それがどのくらい小さいかというと、高さが 92.4mm、 横幅は 43mm、 そして厚さが 13mm で重量が 60.4g。 横に iPhone6S を並べてみるとその小ささがよくわかります。それにただ小さいだけじゃなくて、全体の見た目も丸みのあるプラスチック製になっていて、おもちゃにしか見えません。ここら辺は好みが分かれるところかもしれませんが、個人的にはこのチープな見た目と質感はかなり好きです。本体のカラー構成は今回購入したスカイブルーの他に、パールホワイトとスペースブラックの3色となっていますが、その2色は人気があるらしくて、現在は在庫切れとなっています。それじゃあ次にスペックと使い勝手について見ていきます。見た目は小さい JD Pro ですが、本体性能はそれなりに高くて、アプリの起動が遅かったり画面のスクロールが引っかかるということもありません。むしろこんなに小さいのに普通にスマートフォンとして使えちゃうってことにびっくりしてます。まあ僕の場合は携帯では通話とちょっとしたメッセージのやり取り程度しか使わないんで、JD Pro でも不満が出るようなことはないんですけど、内蔵ストレージが 16GB しかないのは少し不安だったんで、マイクロ SD カードで容量を拡張してあります。あとディスプレイサイズに関しては 2.45 インチとかなり小さくて、キーボード入力の際にはこれまでに見たことないくらいの小ささです。初めて見た時にはさすがにこれで文字は打てないだろうなって思ったんですけど、いざ打ってみると打つ速度はゆっくりですが、意外と打ち間違いもそれほどなく入力ができました。女性だったらもっと楽に文字入力ができるんでしょうが、ちょっと頑張れば成人男性でも大丈夫といったところです。その他にはウェブブラウジングに使ったり、 YouTube で動画を見たり、Google マップを使ったりしてみても意外と快適に使えます。 Google マップは動作がカクつく箇所がいくつかありましたが、サイズを考えれば十分すぎるくらい快適かなと感じます。試しにゲームも遊んでみたら、一部のゲームを除いて普通に動いちゃうんで、ちょっとしたゲーム機代わりにもなりそうです。ただし画面のサイズと同様に解像度は低いし、そのせいで普段のウェブブラウジングの際にも見づらい箇所が出てきます。ディスプレイ自体は輝度も十分あって、視野角も狭くはないんですが、携帯電話1台で何でも快適にこなしたいという方には向きません。個人的には特に不自由を感じないし、スピーカーや通話の品質も思った以上に良くて、 iPhone6 と比べてもそれほど劣っているっていう印象はありませんでした。他の方がバッテリーが1日も持たないっていうようなことをレビューで書かれていましたが、僕の使い方であれば42時間ぐらいは使えたんで、ここら辺に関しても特に不満はないです。カメラの機能に関しては、この価格とサイズでフラッシュがついているのはすごいと思うんですが、肝心のカメラの画質はおまけ程度、特に動画の方は画質がひどくて使い物になりません。僕なら iPad Pro で撮影するし、普段からカメラを持ち歩く人も問題ないでしょうが、携帯電話で写真や動画を撮ることが多い人はこの点には注意した方がいいかもしれません。で、ここからはちょっとした欠点について話をしていきます。この今回 JD Pro を買って数日間使ってきましたが、その感想としてはかなり満足しています。かなり満足していますが、普通の一般の方から見たときに、この点は不便だろうな、欠点だろうなって思える箇所がいくつかありました。まず先に話したようにバッテリーの持ちがかなり悪いです。僕の使い方であれば丸1日以上は使えるんですけど、動画を見たりゲームをしたりすると本当にあっという間にバッテリーがなくなるんで、JD Pro だけで全てこなそうとすると半日くらいしか使えないです。それでいて充電時間も早くないんで、ここが JD Pro を買う際の最大のポイントだと思いました。それから文字が小さすぎて特定のアプリが使えなかったり、使えたとしても表示が崩れて使い勝手が悪くなるっていう場面に何度か遭遇したことや、ちょっと使うとすぐに本体が熱くなってしまうこと、ハンズフリーとマナーモード機能がないことなんかが挙げられます。僕は JD Pro を通話とメールの確認にだけしか使わない予定なんでまだいいんですけど、正直ハンズフリーとマナーモードがないのはかなり残念でした。まあこれまでのことをまとめると、 JD Pro はできることとできないことがはっきり分かれていて、誰が買ってもハッピーになれる製品というわけではありません。でも使い方さえ割り切れば、買って後悔するなんていう携帯電話では絶対ありません。これは確実にハッピーになります。
僕の場合は今時こんなに可愛らしくて特徴のある携帯電話なんてそうそうないんで、もう iPhone をやめて当分はこの JD Pro で行こうかと考えています。最後まで見てくれてありがとうございました。気に入ってくれたらチャンネル登録や番組の評価なんかをお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。